湾に面する世界最大の卸売市場、豊洲市場。世界中からさまざまな魚が集まってきます。その数およそ500種類。寿司や刺身に欠かせない新鮮な魚を供給し、東京の食文化を支えています。午前5時、早朝から新鮮な魚を求める人々が豊洲市場にやってきます。豊洲をはじめ日本の市場には魚を見極める仲買人がいます。豊洲に集まる多くの魚、この魚の鮮度や味を見極めるのが仲買人です。仲買人は寿司屋などお店の要望に合った魚を売るのが仕事です。魚の種類ごとに専門の仲買人がいます。こちらは白身魚を中心に売る仲買人。2つの箱に並んだ同じ種類の魚、一見何の違いもないように見えます。ちょっと柔らかくなってるから、うん、まあ焼き物とか煮物そういうのに回したりした方がいいんじゃないか。少し見ただけで左の魚は刺身に、右の魚は焼き魚にした方がいいと判断。左の魚は釣り糸で釣ったもの、口しか傷ついていませんが、右の魚は網で取ったもの、体全体に傷が入り鮮度が落ちています。こうした魚の質を見抜く目を目利きと呼びます。東京で卸売市場が始まったのは17世紀頃。市場が大きくなるにつれ目利きの役割が重要になってきました。都内で高級寿司店を営む竹内文江さん。お店の売りは新鮮なマグロ。竹内さんは寿司のネタを必ず豊洲市場で仕入れます。いいマグロを求めて、私はやっぱ毎日で買いようと思います。今日入荷はね、結構あります。大きいので250。竹内さんはいつも仲買人の藤田さんからマグロを仕入れています。難しいよ。だってあんなコロンと転がってるのに見て味判断しなきゃいけないんだから。藤田さんはマグロを見極める専門家です。竹内さんの要望に応じてマグロを探し回ります。生って感じだな。竹内さんが好むのは新鮮で柔らかく脂が乗ったマグロ。いろんなマグロを見て回りじっくり吟味します。油があれば白っぽいんだよね。藤田さんはマグロの腹の表面だけを見て竹内さんの好みのマグロを見つけ出しました。これで今日もお客さんに美味しいお寿司を出せると一安心の竹内さん。もう私たちでもわからないところでいいよってもらったマグロは本当に良くて、藤田さんにしか見れないそれは。料理人にとってなくてはならない仲買人の目利き。長年の経験で培われた眼力が日本の食を支えています。